皆さんこんにちは、ミックスキックスです。今回も新しいスニーカーを手に入れたので、そちらを紹介したいと思います。今回手に入れたスニーカーはこちらになります。バンズチャッカプロダニーウェインライトカラーになります。こちらはイギリス人のプロスケーターのダニーウェインライトのカラーのシューズになります。せっかくなので少しだけダニーウェインライトの紹介をしたいと思います。で、私が初めてダニーウェインライトを認知したのは、4&1の31になります。この4&1 31というのが発売されたのが、1998年になるんですが、まあ、このくらいの年になってきますと、スケートボードビデオにも、ソニーの VX1000 というカメラが導入されていて、かなり、映像の方が鮮明に色鮮やかになっていた時代になります。特にカリフォルニアの映像なんかは、太陽の光が照っていて、かなりカラフルな映像でした。そんな中、突如少しガスっていて埃っぽい映像のパートが現れました。そのパートというのがダニーウェインライトのパートになりました。そのパートのオープニングでは、警備員か何かと軽く会話をした後に突如プッシュをして、そのままキックリップでステアを飛ぶという結構印象的な始まりのパートでした。そしてこのパートの何がすごかったかっていうと、とにかくやる技やる技、全ての技がすごく高かったです。映像を見ただけでも分かる長身を生かしたすごく高さのあるパートが非常にかっこよかったです。ただその後しばらくはダニーウェインライトという名前が目立つことはなく、まあ、たまにパウエルの AD で見るくらいかなという感じでした。その後4&1の中で、4&1がたまに別冊で出しているヨーロッパ1999というビデオの AD が流れました。その AD のラストで街中でかなり高い配合量をしている映像が入っていて気になっていました。その後実際に本編が発売されまして、その本編を見ると、そのオーリーというのはダニーウェインライトがやっていたオーリーになりました。そこでかなりダニーウェインライトという名前が印象付けられました。ちなみにこのヨーロッパ1999は私の中で結構好きなスケートビデオの一つになります。ラストのデブラジリアンが特集されていて、オグデ・ソーザが出ていたりとか、あとロドリゴ・テキセイラがこちらのビデオで一躍有名になりました。またそれ以外にちょっと地味なところだと、個人的にはジェフ・ローリーがこの映像の中で思いっきりグリッチをするんですが、まあ、大丈夫かななんて見ていたら、その後普通に立ち上がってビッコを引きながら歩いていく映像が入っていました。さらに映像が切り替わって次のスポットに着くと、ジェフ・ローリーは普通にスケートをしていて、どんだけ怪我に強いんだって驚いた覚えがあります。結構こちらのヨーロッパ1999っていうビデオは個人的におすすめなので、まあ、興味ある方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひご覧になってみてください。そしてその後出た4&1 39の方で、こちらのダニーウェインライトという名前が一躍世界的に有名になります。その4&1 39の中に入っているのが、リス・フォーブス・オーリーチャレンジというハイオーリーを競うコンテストの映像になります。ちなみに私が一番復刻を願っているビタのナタス・カウパスというモデルは、こちらのリース・フォーブス・オーリーチャレンジの中でも、まあ、リース・フォーブスが当時ビタというブランドに所属していたということもあって、こちらの方でもそちらのシューズが出てきて、かなりこちらのシューズが当時目立っていたってことがわかります。ちなみにこちらの大会が行われる前までにも、ハフだったりドンガーだったり結構オーリーで目立っていた人っていうのはたくさんいたんですが、じゃあ実際誰が一番高いオーリーをするのかっていう、そういう分かりやすいものがなかったので、かなり当時はアメリカの方でも注目度が高かったんじゃないのかなと思います。ちなみにこちらの映像の中にいろんなプロスケーターのインタビューが入っていて、そのインタビューを聞く限り、こちらの大会の名前通りほとんどの人がリース・フォーブスの優勝を予想していました。ただ蓋を開けてみると、実際に優勝したのがこちらのダニー・ウェインライトになります。で、最後の方はリース・フォーブスとダニー・ウェインライトの一騎打ちになりまして、2人とも44インチまでは飛ぶんですが、残念ながら45インチが飛ぶことができずに、その後 44.5 インチっていう記録で2人が対戦しました。そこでその 44.5 インチを見事に飛んだのがこちらのダニー・ウェインライトになります。ちなみに 44.5 インチっていうのはセンチに直すと約113センチになります。ちなみにこの113センチという世界記録が生まれる前だと、正式な記録ではそのさらに遡って11年前の1989年にハワイで行われた大会でマット・ヘンズリーが記録した33インチというのが正式な記録になっているようです。ちなみにこの33インチという記録はセンチに直すと約83センチになります。スケボーを始めて一番最初にオーリーの目標とするのが縦コーンという高さになると思うんですが、この縦コーンの高さが約70センチなので、すでにこの時点でこの縦コーンよりもはるか上を飛んでいます。ノーズがなくかなり重いデッキでこの高さを飛んでるっていうのはすでに相当すごいんですが、そこから11年間のパーツの進化だったり技術の進歩でかなり世界記録が更新されました。そしてこのダニーウェインライトの記録が更新されるのはさらに11年後になります。
その高さというのが45インチになりまして、約センチに直すと114センチぐらいになります。その前の11年では約30センチほどの記録が更新されたのに対して、その後の11年では1センチほどしか更新されていません。その後、現在の世界記録になるのが、その7年後の2018年に打ち立てられた 45.5 インチ、約センチに直すと 115.6 センチという高さになります。ダニー・ウェインライト以降の世界記録の更新というのは結構小刻みになってくるので、やはり20年前にダニー・ウェインライトが更新した記録というのはかなりインパクトが強かったです。ちなみにこのリース・フォーブス・オーリーチャレンジはどうやら1個の高さにつき1人5トライまでできるんですが、ダニー・ウェインライトは実は45インチの段階でその5トライのうちに乗りこけを1回しています。もしかすると5トライよりももっとトライができれば、ダニー・ウェインライトは当時45インチをすでに飛べていたかもしれません。まあ、そうすると18年間の世界記録保持者ってことになるんですが、まあ、正式な記録である 44.5 インチでも11年間世界記録保持しているっていうのは、もうその時点でも相当すごいなと思います。ちなみにこのリース・フォーブスオーリーチャレンジについて、現在リース・フォーブス本人にインタビューを取った映像っていうのがナインクラブから上がっています。全編英語になるので私はあまり意味を理解していないんですが、まあ、英語が分かる方は面白い内容の話になるかと思うので、まあ、概要欄の方に貼ってあるリンクの方からぜひご覧になってみてください。それではこちらの靴のディテールを見ていきたいと思います。まず何といっても特徴的なのがソールのサイドテープの一部分のみに貼られたこちらのチェック柄かと思います。割とよくあるのはこちらのチェック柄がサイドテープに一周ぐるっと巻かれていたりすると思うんですけど、こちらの靴ではこのほんのちょっとした部分にのみチェック柄がついています。またアッパー全体はつま先側は黒のスウェードで、こちらのサイドの方などはコーディロイ素材が使用されています。かかとには10本の線が刺繍されていまして、おそらくこちらは日本でいう正の字みたいなことを表現していると思うんですが、情報のソースが、全て英語ということもあって、まあ、こちらの内容について特に触れられているソースもなさそうだったんですけど、ちょっと意味の方はよく分かりませんでした。またこちらの部分にバンズのタグがついています。また今回プロ仕様ということでポップクッシュのインソールが入っています。またアウトソールは白のワッフルソールになっています。またシューレースは黒のシューレース以外にこちらのチェッカーのシューレースも入っているので、ちょっとこちらのシューレースを通してみたいなと思います。チェッカー柄のシューレースを通すとこんな感じの印象になります。ちなみにボックスはこのようなものが使用されていて、こちらにウェインライトと名前が入っています。またこちら海外からの発送ということで結構箱の扱いが適当で、こちら最初から届いた段階で結構破れていました。以上で今回の動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。